はいどうも、レッドフラッシュチャンネルのまっちゃんでございます。プシュー。今回はですね、短い、動画の内容なんですけれども、はい、こちらですね、雑誌の、週刊誌ですね、週刊スパを、ご紹介します。今回5月18日号が発売されまして、なんでこれ僕が買ったかと言いますとですね、ここにバンと見づらいかもしれませんけどもね、アイリスの、記事が載っております。連載って書いてたから、毎週、続く限りは出るんだと思います。今回のこの号が、始まりでして、4ページほどの内容なんですけれども、アイリスの、記事が載ってます。まずはね、みんなに知ってもらうっていう感じで紹介のね、内容になっております。題名が喋るグラビアということで、QR コードが、ついてますんで、それを読み取ると、メンバーの、声が聞けるという内容になっております。今までこういった、大人がね、買う雑誌に、出てくることはなかったんでね、世間に認知されるアイドルで、行くという路線でしょうか。今なかなかね、グループとしてね、いろんなグループありますけども、こう発信するのがなかなか難しい、時代ではありますので、こういった、身近なところからどんどんね、知ってもらうという、ことで始まったと思われます。決まった以上は、僕もこちら毎週買ってね、応援していきたいと思いますので、どんどんね、アイリスがね、広まってくれれば、幸いでございます。というわけで僕も応援していきます。皆さんも気になる方いましたら、こちらスパー買ってみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。